何にしましょう。Thank you.
共に礼拝のために祈っていきましょう。2022年兵庫聖句、主の教えを
喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。詩編1:2-3。この役員報告にあったと思いますけど、今日からの流れの礼拝の中での前半がちょっと変わります。ご一緒に賛美したいと思います。賛美歌534番、ホムベッカーです。お体に差し替えのない方はお送りください。
我が家の父よ、願わくは皆を奪いさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らの心に見合わせず悪より救い出したまえ、国の力と栄えとは限りなく何時のものだったらない。司会者が祈ります。心を合わせていただけましたら幸いです。天におられる主なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。私たちが隣人のために祈らず、心を向けることなく、あなたの戒めを怠ってきたことをお許しください。互いに愛し合い、隣人と共に生きる時にこそ、私たちの人生に誠の祝福と誠の意味が与えられることを今新たに教えてください。あなたによって与えられた命の尊さを私たちに示し、あなたによって創造されたこの世界の尊さをお示しください。あなたの救いの器として私たちを作り変えてください。聖霊によって私たちを清め、あなたの御用に用いください。今ここにあなたが残してくださった言葉の解き明かしをしてください。沼地牧師が聖霊の大きな力と溢れる知識を使い、私たちに全て理解できる言葉で伝えることができますよう立ててください。また私たちの耳が心が余すところなく取り入れることができますように、私たちの心を整えてください。教会と人に伝う私たち一人一人が新たな思いを持って十字架を仰ぎながら歩むことができますように、主イエスキリストの御名を持ってお祈りします。もう一曲ご一緒に賛美したいと思います。賛美歌520番、静けき川の岸辺をです。
を軽く立つように読んでいただきます。その後にまず神の国と神の義を求めなさいと題して野町先生からメッセージをいただきます。マタイの福音書6章33節だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。皆さんおはようございます。いつもの方も久しぶりの方もようこそおいでくださいました。心より歓迎いたします。急に寒くなってきましたが、お体体調大丈夫でしょうか。主の前に共に祈っていきたいと思います。天のお父様、あれほど暑かった夏が過ぎ去り、そして一気に急に寒くなってまいりました。急な気候の変化の中で心と体がついていかない状況もありますが、主が私たちの弱い体を守り支えてくださり、傷んだ足を折ることなく、くすぶる刀身を消すことのない主、お優しい主がその御手を持って私たちを支えてくださり、力づけてくださり、勇気づけてくださいますようによろしくお願いいたします。望みのないところに望みを与えてください。生きる力のないところに生きる力を与えてください。知恵のないものに知恵を与えてくださいますように、愛のないものに御霊の実である愛を結ばさせてください。何よりも主よ、今も生きておられて恵もうとして待っておられる、いつも私たちを変わらないで愛していてくださる、そのイエス様から離れることなく、いつもイエス様とのその交わりを、関係をしっかりと保ち続けることができますように導いてください。ブドウの木であるイエス様から離れることがないように助けて導いてください。主を語りください。しもべは聞いております。愛せる主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。私は四国の高知県生まれでありますが、四国と九州と中国四国、また、関東甲信越あたりはちょっと新潟はまだ行ったことがないんです。新潟とそして東北の方、そして北海道は行ったことがないんです。それでぜひ行きたいなと思っているところがあるんですけども、北海道に旭川というところがありますね。そして美瑛川の流れのほとりに外国樹種日本林というのがあります。あの三浦綾子さんの小説の氷点の舞台になったところですけども、そこには外国の針葉樹がたくさん植えられています。明治時代に始まったようですけども、外国のその木々が日本の寒いところで育つかどうかをテストしていく、観察していく。ストロブ松、ヨーロッパカラマツ、ヨーロッパ赤松、ヨーロッパ頭皮、シラカンバ、トドマツ、モミ、あのまっすぐに垂直に立っていく木ですね。日本の松はこうなんかくねくね分かっていきますけど、外国の松はまっすぐですね。そしてそれをまさに天を見上げなさい、天におられる神様とのこの垂直の関係をいつも求めてくださいと呼びかけているような木のように思います。今日の御言葉はまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられますと言われております。まず神様との縦の関係、これをまず求めていくならば、横のすべての必要なもの、日常生活に必要な食べるもの、着るもの、住むところ、また人と人との関係もおのずから神様がよくしてくださる、必要を全部満たしてくださると約束されております。すでに天に召された方が、あの教会の中にも川柳の愛好会をしてくださっておりましたけども、
私なりに信仰の川柳を以前作ったことがあります。まず縦棒、それから横棒、おのずから。まず縦棒、それから横棒、おのずから。このマタイの6章33節からそれを川柳にしてみたんです。十字架の縦棒ですね。まず縦棒、それは神様と私の垂直の関係、神様と私の縦の関係をまず何よりも求めなさいっていうことですね。まず神様との関係がしっくりきて、神様と和解をして良い関係、本来の義の関係になると、自然に横の関係、対人関係、人と人との関係も、この世のいろんな必要なものも全て神様が満たしてくださり、それに加えて与えてくださると言われております。まず縦棒、それから横棒、おのずから。今日は新約聖書のマタイの福音書の6章を開きまして、そのことを一緒に味わっていけたらと思っております。新約聖書の一番最初にマタイの福音書があります。英語で言うとマキューさんですね、マルチンさんとも言われます。靴屋のマルチンさんは マタイさんですね。そして、マタイの福音書の6章を見ますと、いわゆる山の上でイエス様が語られたメッセージが続きます。山上の説教と言われます。そうですね、聖書を見ますと山登りをして山の上でイエス様が御言葉を語られることが多いんです。山の上で合流しましょうということがあります。その山の上のメッセージは5章の1節から始まっていきます。その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き彼らに教え始められた。主にはイエス様に従うことを決心したイエス様についていきたいと願っているお弟子さんたちに語られたメッセージです。でもそうでなくて、それだけでなくて、ちょっと興味があるな、関心があるなということで、イエス様の話を聞きたいと集まってきた人たちにももちろん語られております。そんな中で6章の、今日はですね25節、6章の25節あたりからをぜひ見ていきたいと思っております。心配で不安でノイローゼになりそうな、統合失調症になりそうな、もう本当に夜は眠れない、いつも怖くたり不安だったり涙もろかったり、そういう時にはこのマタイの福音書6章の25節からの御言葉を読むことをお勧めいたします。今広島の方で牧師をされている方はですね、ある時にこの教会に初めて来てくださいました。その時のお顔を今も忘れることができません。本当に悩んでいる顔だったんです。本当に悩んで苦しそうな顔でした。そしてなかなか夜寝れないので聖書を読み始めましたとことです。でも教会に来る中で聖書を繰り返し繰り返し、特にこのマタイの福音書6章の後半を繰り返し味わわれる中で、そのお顔がどん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 元気になっていった姿を思い浮かべます。今では牧師さんをされているのですから、とても素敵なことを神様なさいます。ノイローゼで夜寝れないから教会に来ました。その方を神様は救う力があるんです。この世のプレッシャーやストレス、そんな中でマタイの6章は恵みを語ります。癒しを語ります。希望と生きる力が与えられるメッセージを語ります。イエス様ご自身の言葉です。ですから私はあなた方に言います、何を食べようか何を飲もうか、自分の命のことで心配したり、何を着たらいいのか、自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。空の鳥を見なさい、種まきをしていますか、刈り入れしていますか、蔵に納めることもしていませんね。それでも何にもしてない、
昔ブー太郎今ニート、でもそれでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。空の鳥スズメさんは昔の言葉で言うとブー太郎であり、今の言葉で言うとニートなんですよ。何もしてないんですお仕事。でもそれでも天の父なる神様が一匹一匹一羽一羽のスズメを養っていてください。日ごとの糧を与えて、ちゃんと餌がある、ちゃんと寝床がある、ちゃんと巣がある、そして子育てに勤しむこともできる。あなた方の天の父が養っていてください。それでお仕事していなくて、あなた方はその鳥よりもずっとずっと価値があるではありませんか。スズメとは比較にならない桁外れの価値があなたにはあるじゃないですか。そう、まずイエス様は語っておられます。悩んでいる時にはちょっと窓の外、窓際外になってですね、窓からぼーっと外を眺めてみてください。でチュン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 とこう飛び回っているスズメとかがいましたらですね、そのスズメを見ていてください。そしてこの聖書の言葉を思い浮かべてほしいんです。ゴスペルという賛美の曲の中には一羽のスズメという歌があります。 His eyes on the sparrow。 一羽のスズメ、とっても素敵な賛美ですけども、ちょっと難しい歌なのでなかなか歌えないんですけど、でも一羽のスズメでさえも天の父なる神様の許しなしに地に落ちることがありませんと書かれているんですよね。神様の素晴らしい約束でありますが、そんな中で神様がお仕事をしていないそのスズメさんでさえもちゃんと毎日養っておられますから大丈夫ですよ。ちゃんと神様あなたの必要を知っておられて養おうとしておられますからというのです。6章27節、あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか。一生懸命、ああどうしよう、こうしよう、ああどうしようって悩んだら自分の寿命が伸びるでしょうか、あるいは自分の身長が伸びていくでしょうか。そんなことは無理です。むしろなんか縮まっていくかもしれません、ね、命が、心配するだけ心配するだけ命が、寿命が減っていくかもしれません。そしてイエス様は私たちの日常をよくご存知ですから、心配ばかりしている私たちのことをよく見ておられるようです。なぜ切り物のことで心配するのですか。この寒暖の変化が激しいと切り物に困りますよね。暑い時にはもうシャツ1枚とか裸になりたいぐらいの暑さでした、40度近い。でも急に寒くなって最高気温12度になるとですね、何着たらいいんだろう、なんかこうフリースを着て長袖を着て、もう本当にこう着るものに困ります。なんか山登りをしてないけど部屋町の中にいて山登りしてる感じですね。気候があまりにも変化が激しいので、山登りのように突然大雨が降るかと思えば突然カラカラの天気になる。着るもののことで心配します。また着ているものはだんだんと古くなったりほころびたり汚れてきたり、作ることが必要になってきます。穴が開いてくるでしょう。でもなぜ着るもののことで心配するのですか。着るものお金かかります。服は高いんです。でもそれで心配するのはなぜかと問われます。そして今度はイエス様は野の花に目を向けるようにと言われます。野の花がどうして育つのか、よく考えなさい。野に咲く花をよくご覧になってください。よく考えてください。植物も草花もお仕事していますか。働いてませんよ。ただ置かれた場所でしっかりと根を張ってしっかりと栄養を吸い取って成長し、そこで置かれた場所で花を咲かせようとして一生懸命ですけども、働いているわけではないですよね。紡いでいるわけではないです。人間的に見たら何もしていません。しかし私はあなた方に言いますよ、あの栄華を極めたソロモン、
もう最高の服で着飾って、その往復普段着からしてものすごい高価なチャラチャラしたもう金銀財宝についている服、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも予想できませんでしたよ。神様は野に咲く一つ一つの花を最高に装っておられますよ。どんな人間の作る服にも勝って、しかもその植物は儚いのでございます。人間よりももっと儚いのです。人間は何十年という命が与えられるかもしれません。でも植物は何日という単位です、あるいは何時間という単位です。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草、植物は儚いですよ。ここにも百合の美しい花がありました。でも枯れてしまって、そしてゴミ箱の中に入ってしまいました。本当の話ですけども、そして焼却炉に入れられて燃やされていくのでしょう。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草、そうなんですよ。どんな美しい生け花展をしても、その生け花はすぐに枯れてしまってゴミ箱行きなんです。焼却炉に入ってしまいます。燃やされるんです。儚いです。でもそんな儚い一日限りの命のようなものであったとしても、神はこのように寄せてくださる。本当に最高に、どんな洋服の仕立て屋が作るよりももっと最高に良くしてくださっております。神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよとイエス様はおっしゃいます。野に咲く花よりももっと価値があるあなた、本当にイエス様が大好きなあなた、良くしてくださらないことがありましょうかと考えます。そして31節、またまた心配という言葉をイエス様お使いになります。ですから何を食べようか、何を食べたら健康にいいのか、何を食べたら病気が治るのか、何を飲んだらいいのか、サプリメントを飲むべきか飲まないべきか、この薬飲むべきか飲まないべきか、健康食品どれがいいのか、もう何を食べようか何を食べようかばかりで本当に心配が、それが8割ぐらい心配がするかもしれません。食品も含めて物価がどんどん上がっています。もうスーパーマーケットに行ってですね、10月以降買い物したらちょっとかなり上がってますよね。40円ぐらいずつ上がっているかもしれません。ものすごく物価が上がってしまいました。すべてのほとんどの物価が一気に上がりました。何食べようか、外食ちょっと無理じゃない、お弁当もちょっと高いよね、何を食べようか何を飲もうか心配します。何を着たらいいのか、だんだん服が古くなってきた、薄くなってきた、でも心配しなくてよいよとおっしゃるんです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。異邦人というのは誠の神様を知らない私たちのことであります。天の父なる神様の存在を忘れてしまっている人、そしてその後の言葉がとっても素晴らしいことです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。私たちの素晴らしい天の父なる神様のことが紹介されています。今日ぜひ知りたいことの一つは、天のお父さんは確かにおられて生きておられて、しかもあなた方に必要のすべてを知っておられるというそのことです。神様は全部あなたの今の必要をご存知なのです。今服が必要だ、今食べるものが必要だった、今着るものが必要だ、今これだけの収入が必要だ、それを天の父はすべて知っておられるというのです。実はその言葉はマタイの6章で繰り返されております。6章の8節にも出てきます。とても大切な神様のイメージですから、天の父なる神様は求める前から祈る前から今私に何が必要かというのを全部知っておられる、その神様のことを見上げたいのです。マタイ6章8節にも同じような言葉が記されています。
ですから彼らと同じようにしてはいけません。あなた方の父は、そうです、あなたを作られた天のお父さん、あなたを養っておられる天のお父さんは、あなたが求める前から、あなたが祈る前から、何があなた方に必要なものかを知っておられる。懐事情、お財布の中まで全部知ってます。今手持ちいくらとかですね、今貯金通帳に、預金通帳にいくらとか全部知られてます。祈る前から、願う前から、あなた方に必要なものを全部知ってくださっているのが天のお父様なのであります。それを信仰の眼差しを持って受け止めていくならば、心配が消えていきます。あなた方にこれらのもの全てが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられる。毎日食べていくご飯やパンやお菓子、デザートに至るまで、お薬に至るまで、飲むもの、食べるもの、着るもの、住むところ、全て必要だということを天の父が知っておられます。それですから今日の言葉が出てきます。33節です。マタイの6章33節。だからという言葉が隠れています。とても大切な言葉なんですけど、それをどうしてもこう訳すときにですね、あまり訳さないことが多いんですけど、32節からの続きなんです。聖書は続いています。文の流れが続いています。あなた方にこれらのもの全てが必要であることは、あなた方の天の父が本当に完全によく知っておられますよ。だからまず神の国と神の義を求めてくださいというのです。33節だけだからだけですと、ちょっとかなりなんか堅苦しい言葉に聞こえるかもしれません。何か立法的に響くかもしれません。こうしなきゃいけないみたいな。でも違うんです。文の流れがあって、だからと言われているんです。どういうわけでだからなんでしょうか。祈る前から、願う前から、あなたに必要なものを、その必要のすべてを全部知っておられる。それを惜しみなく与えようと待っておられる。だからというのです。だからまず立てぼう、まず神様との関係を求めてほしい。鼻で息をする頼りになりそうな横の人を頼るよりも、まず天と地を作られたあなたの天のお父さん、その方を慕い求めて、頼って願い求めてほしい。まず建物を、まず神様との親しい関係を求めなさいと言われています。神の国と神の義、ちょっと難しい表現ですけども、神の国というのは神様の愛の中に入るというようなことです。その神様の愛による養いとか守りとか支えの中に生かされていく、それが神の国です。イエス様が真ん中におられて、すべを治めていてくださるところ、イエス様が座の中心におられるところ、そこは神の国となります。もしも皆さんが心を開いて、イエス様を心の真ん中に受け入れられたならば、皆さんの心の中に神の国が訪れます。本当に大安心で、大平安で、喜びと賛美と感謝に満ち溢れてくる。苦々しい思いやストレスや苦しみや痛みや涙が消え去っていきます。まずイエス様を中心とした神の国を求めてください。そして神の義を求めなさいと言われます。義という言葉は関係を表す言葉です。神様との本来の正しい関係、本来のあるべき関係、それが義です。私の上に義なるイエス様、私の頭を義なるイエス様としていく、私はその方に従っていくしもべとなっていく、弟子となっていく、それが神の義を求めていくということでしょう。イエス様が私の神様になってください。イエス様が私を養ってください。天のお父様、必要をご存知でしたら
よろしくお願いしますと言って、まず神様に語りかけ祈り始めていく。それがまず神の国と神の義を求めなさいということの初めの一歩でありましょう。そして毎週私たちがお祈りしている世界中のクリスチャンが、カトリックであろうとプロテスタントであろうと、どんな教団教派であろうと、ロシア正教会ギリシャ正教会であろうと、共通の祈りがありますね。それがこの主の祈りです。主イエスキリストが祈る時にはこう祈るんだよと教えてくださった主の祈り、マタイの福音書6章とルカの福音書12章の中に入っております。この6章の中に主の祈りがあるのです。そうなんです。神の国と神の義をまず第一に求めていくのが実は主の祈りなんです。主の祈り、まあ、ちょっとこの主語で見ていただけますでしょうか。主語の裏のところですね、この絵の描いている方のところ見てください。文語体の古い言葉で書かれてありますが、ちょっと難しいところもありますが、天に増します我らの父よ、天におられる私たちのお父さんと呼びかけます。祈りは呼びかけから始まります。でもこれはあの針葉樹がまっすぐ手を差し示しているように、まず縦の関係を呼び求めていくということですね。まず縦を求めるんです。地にいる私たちが天にいる神様に向かって垂直に呼びかけていきます。天にいます、天におられる私たちのお父さん、お父ちゃん、本当に子供として祈っていいよということですね。神様は子供を愛されます。神様、イエス様は子供大好きなんです。でも私たちは子供あまり苦手かもしれません。弟子たちもそうでした。イエス様のところにたくさんの子供たちが集まってこようとしたときに、弟子たちは来るなと言ってバリケードを作ろうとしました。でもイエス様に叱られたんですよね。子供たちを私のところに来させなさい、邪魔しちゃいけない、神の国はこの子たちのようなものだよ、子供のようにならなければ誰も天の国に入れないよとイエス様はおっしゃいます。教団総会の大竹エリア先生という方がですね、この間で牧師をされておりますが、私同じ年でありますが、その先生がユニークな表現を教えてくださいました。子供というのはめちゃくちゃ、そういう表現ができます。英語ではメッシーと言います。子供たちを私のところに来させなさいという言葉を、めちゃくちゃを私のところに来させなさい、そんな表現をしてくれました。めちゃくちゃなんです。支離滅裂なんです。お父ちゃん好きと思ったらお父ちゃん大嫌いとかね、そういう感じで、もう子供はもうぐちゃぐちゃですよ。めちゃめちゃです。もう全然あの大人が期待するようなふさわしい、そのちゃんとしたなんかおとなしくするなんて無理ですね。子供は本当に感情的ですし、すぐに怒ったり泣いたり、もうどっか行ってしまったり拗ねたりします、甘えたり。めちゃくちゃを私のところに連れてきなさい。神の国はめちゃくちゃのような人たちのためのものです。立派じゃなくていいんです。お仕事してなくてもいいんです。完璧じゃなくてもいいんです。いい子じゃなくてもいいんです。ぐちゃぐちゃのめちゃめちゃの人生を生きているそのまんまで私のところに来なさいとイエス様はおっしゃるんです。罪人を愛されるイエス様ですから、あなた方は神様の子供だよ、大事な大事な愛する愛する神様の子供だから、天にいます私たちのお父ちゃんって呼んでいいんだよと、神の子供として祈るこの主の祈りを備えてくださったのでした。呼びかけからしてありえない呼びかけです。私のお父ちゃんって呼べるんですから、それは神様の子供になっているということです。天におられる私のお父ちゃん、私たちのお父ちゃん。そして主の祈りを見ていきますと、いくつかのお願いがずっと続きますが、全部お願いです。最後の国と力と栄は限りなく
何時のものなればね、あれ、雨。その部分は、もともとイエス様が教えてくださった時にはありませんでした。古い、最古の写本、一番古い写本には、この部分がないんです。呼びかけで始まって、あと全部お願いです。そしてその前半のお願いが、神の国とその義をまず第一に求める祈りです。その後に、日常生活の日ごとの糧だとか、横の人との、なんかごきぐしゃぐしゃ人間関係の、わだかまりが良くなりますよみたいな、そういう感じですけども、主の祈りそのものが神の国とその義をまず第一に求めていく、そういう祈りの並びになっております。呼びかけた後にまず何を願うのか、神の国とその義です。願わくは皆を崇めさせたまえ。神様、あなたの聖なるお名前が本当に聖なるものとして崇め立てませられますように。あなたのお名前だけがすごいねって褒めたたえられますよ、賛美されますよ、ね、まさに神の国とその義を求めていく祈りです。そしてその次はそのまんまです。御国を、神の国を来たらせてください。神の国が来ますようにという祈りなんです。まず神の国を求めています。神の国、それはイエス様を中心としたところです。まずイエス様がこの真ん中に来てくださり、この家庭が、この職場が、この地域が、この国が神の国になりますようにと祈っていく祈りです。そして御心、天のお父さんが願っておられること、私たちにとっても最高であり最善のこと、その御心が天において完全に行われているように、この地上でも、この私たちのぐちゃぐちゃの人生の中でも御心がなりますように、このぐちゃぐちゃの、このめちゃくちゃの人生の中で、あなたの御心がなりますようにと切に祈っている。これが主の祈りです。まず神の国とその義を第一に求める祈りなんです。その後に今度は横の関係になってきます。まず縦棒、それから横棒ですね。まず縦棒を祈った後に今度は横棒になります。十字架の横棒に、我らの日ごとの糧、私たちの日ごとの糧を今日も毎日与えてください。今日何食べたらいいですか。今日食べるパン、今日食べるご飯、今日食べるおかずください。しかも自分だけのことじゃなくて、私たちも、本当にシングルマザーとかシングルファーザーで何食も自分が抜いて子供たちに何とか食べさせようとしているような、そういう家庭、本当に貧困の中でもう本当に餓死寸前の人たち、でもそういう人たちも含めて私たちの日ごとの糧をと祈るのです。本当に神の家族の一緒に祈る祈りです。孤独ではないんです、一人ではないんです。一緒に、世界中で一緒に祈られています。私たちに罪を犯す者がいらっしゃったら、私たちが許すように、私たちの罪も許してください。主が私たちを許してくださったように、そのところは一番祈りが難しいところかもしれません。敵を許すみたいなところになりますので、でもまず神の国とその義を第一に求めて、イエス様が、私が敵であった時にそれでも私を許してくださった、私が受け入れがたいどうしようもないものであった時にそれでも私を受け入れてくださった、そういう先立つ神様の愛を味わっていけばいくほど、主が私を許してくださったように、互いに許し合う、そのような恵みに生かされてまいります。私たちを試みに合わせないで、悪いものから、悪から救い出してください。私たちから命や元気を奪っていく悪いものから救い出してください。そこまでが主の祈りです。感謝しなくてもいい、賛美しなくてもいい、苦しい時には祈ればいい。でも苦しい時に本当に真剣に祈っておりますと、ああ神様って本当に私の必要を全部ご存知なんだな、祈る前からご存知で、あ、本当に神様その一つ一つを与えてくださるんだなということが起こり始めます。主の祈り、祈りながら日曜日に礼拝に一緒に集まることから始めていく、あるいは神様がしなさいと願うことをまず優先して始めていく。そうしますと、不思議なことに必要が豊かに豊かに満たされていくのです。
最後に私の小さな体験談を話しさせていただきますが、学生の時もかなり経済的に厳しかったわけですが、まあ、かなり母親がですね支援してくださいました。本当に感謝のことです。でもある時本当に進学校に行くということになりました。もう一度学生をやり直す、今度は牧師さんになるために聖書を学ぶ学校に入り直す。その時私はほとんど無一文でした。蓄えがほとんどゼロに近かったです。でも神様がお前を牧師になれとおっしゃるのですから、わかりました、その道を歩みたいと思いますと言って、まずそのお世話になっている牧師先生に相談して、その教会の兄弟姉妹に祈っていただきながら、将来のことを考え始めました。そして試験を受けてみますと、面接を受けると見事に合格しました。さらに驚くべきことに、私がまず神様のことを第一に歩み始めたら、一歩始めたら、食べるもの、住むところ、着るもの、交通費、授業料、全部豊かに満たされました。あり余るほどに。私が進学校から帰ってくると、ドアノブのところにビニール袋があって、たくさんの缶詰だとかパンだとか、いろんな美味しそうなものがですね入ってるんですよ。皆さんそういう体験されたことありますか？まず神様のことを第一に考えて歩み始めたら、本当に必要なものがあり余るほど豊かに計らずも備えられていく。神様、こんなに美味しいものたくさんありがとうございます、ちょっと太ってしまいますみたいな、それぐらい神様ですね気前が良い方なんですよ。食べきれないほどに美味しいものを、これでもかこれでもかと美味しいものをくださいます。そして私は新学生の時は若干アルバイトをしましたけれども、その後ですね、本当にアルバイトする必要がないほどに十二分に豊かに豊かに満たされ続けているんです。結婚をする時も蓄えがありませんでした。でも全部備えられました。子供が生まれて生活費が増える、食費が、教育が増える、でも神様が全部養っていてくださっている。皆さんの懐事情もそれぞれ違うでしょう、家計も違うでしょう、でも神様は全部知っておられます。そしてまずあなたが縦棒を、神様との親しい関係を求めるならば、ブドウの木であるイエス様にしっかりと結びついていくライフラインを確保するならば、全ての必要が上から来ます。そして難しい人間関係も必要の全てが満たされて和解へと導かれていくでしょう。少々時間がかかるかもしれません。でも必ず神様は仲直りさせてくださいます。天国でその人と永遠に過ごすため、それぞれご自分の言葉で祈る時を持っていただけたらと願います。正直な思いで飾らないで、本当にそのままの姿で神様に祈ってみてください。まず人の目ではなくて、まず神様の目を意識してください。まず人のことではなくて、まず神様に目を心を向けて、そして祈ってまいりましょう。あなた方の父は、あなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのです。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちのお父さん、あなたのお名前だけが高らかに賛美されますように、聖なるものとされますように、私たちの歩みを通して神様の皆が高らかに賛美されますように、イエス様を中心とした神の国がまず私の心の中に来ますように、私の家庭に、私の職場に、私の学校に、私たちの神様それぞれの住んでいるところに神の国が来ますように。御心、それは本当に争いではなくて和解です、涙ではなくて喜びです。
御心が天において完全に今も行われているように、この地上のぐちゃぐちゃなめちゃめちゃな中にあって、絶え間なく戦争が争いが続くような中にあって、御心が行われてこの地上に神の国が来ますようにと切に願います。主よ、10月になって本当に物価が高くなってしまいました。あらゆるものが高くなりました。車のタイヤも物価が一気に上がっています。日ごとの糧を、私たちの日ごとの糧を今日も与えてください。生活費を与えられますよ。私たちの罪を許してください。私たちも主が許してくださったように、そのような人たちを許します。どうぞ主を憐れんでください。私たちを誘惑に試みに合わせないで、核からお救いください。国と力と栄え、世界に満ちる全てのものはあなた様のものですから、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。